特定非営利活動法人日本ウォーターウォーク協会は人類が持つ水上歩行の夢をあらゆる角度から考察、検証しスポーツ、サイエンス、遊びを通して水上をその名の通り歩くことを目的とした日本のスポーツ団体。主にイタリア在住のチャールズビージョーンズが開発した透明の球体の中に入り水上を歩行できる。 ウォーターボールを使って活動を展開しています。水、自然と一体となることで、環境、エコロジーについても考え、発祥の地である、琵琶湖は、もちろん、日本中の水面を美しくすることを目指している。現在、インターネットで検索すると、ノア日本ウォーターウォーク協会と、NPO 法人日本ウォーターウォーク協会という、名称が類似した団体が二つヒットするが、 任意団体であるノアは日本ウォーターウォーク協会を登録商標として特許庁に登録しているがチャールズージョーンズが開発したオリジナルのウォーターボールは使用していない。NPO 法人の方は開発者と正式な契約を結び、やワに略称を変更し日本ウォーターウォーク協会として活動をしているようだ。テレビ、新聞などありがとうございます。